続きまして3年生ですね。こちら白うさぎと書いてあります。これをね、書いていきます。ちょっと書きづらいかな。なんかそれほど難しい字とかいうわけじゃないですけど、なんか入れるバランスがやりにくい、入れにくいっていう感じでしたね。ちょっと書いてみた感じですけど、白っていうのは結構横に広い字じゃないですか。でだけどここの4分の1のこの大きさって縦長ですよね。だからなんかちょっとね入れにくいのもあるんですよ。それだけどその下に来る字がうだったりするから、ひらがなのうって縦長だからなんかそっちの方が大きく見えちゃったりするんですけどね。漢字は本来大きく見せたいところなので、まずこの4分の1の結構上の方からしっかり書いていいです。それと中心真ん中の線って、書いちゃおうかな。こういう風に今ここに真ん中があるんですけど、これよりも少し左に寄ってもいいかなっていう感じです。うん、少しこっち左に持ってきておいて、二画目こうね、これちょっと縦な感じ、こうあんまり寝ないでちょっとこう縦な感じにしておくとここがすっきりします。次ここに当てるような感じでこう横に来ますよね。でなんで初めの時にちょっと左にって言ったかっていうと、ここの部分で結構太さを出すんですけど、ここ結構出ちゃう感じ、横に広い字だから、でこういう感じです。少し左に寄せた状態でこのぐらいになるので、このぐらいで持ってくるのがいいかな。だからまあここの線に乗っかってくるっていうよりはほんの少しですけど左にずらして書いてあります。うん、まあだけどまあここの線からはギリギリ出ないかな、ちょっと引っかかっちゃったなっていうぐらいな感じですね。感覚としてはそのぐらいで、ここ真ん中の線のこの引き方なんですけど、意外とみんな狙ってる位置よりも下がりやすいんですよ。なぜかっていうときっと太さが出ちゃうから。これ太さが出ちゃうとやっぱ下にこう落ちてきて表情が暗くなっちゃうんですね。この線がやっぱ下に来れば来るほどこうなんか字って顔みたいに見えるじゃないですか。その顔が下向いてるように見えちゃうんですよ。だからそれをちょっと上狙っていくような、今私ここの線に対してちょっと上だと思いません？これ真ん中かな、どうなのかなって思って、ちょっと上な感じなんですよ。少し上からこうに入ってここほら、ここよりも下の方が少し出てますよね。そのぐらいを狙っていくと下はほら調整が可能なので、ここ出てもいいわけですよ。白っていう字は日の応用なので、日って日ですよね。ここがこういう風に出るんです。下が出るんです。この縦のラインが出る方なので横じゃないんですよ。っていうことはここが長くても大丈夫っていうことだから、だから上下をねこうやって余らせておいても大丈夫なので、ここで閉じる時にこういう風に調整すればいいわけです。こことここが大体同じぐらいになるような感じっていう風にして、真ん中の位置を決める時になんかそこちょっと気をつければいいかな。そう、それからこういう風に4文字を書くときに真ん中が空いた方が綺麗に見えるんですよ。だからここうは縦長だからって言ってこうあまり大きく持ってくるっていうよりは、そこを少し開けるような感じにして、ここはね線がここなんです。4分の1のこの線ここだから、それより出ないようにしてこう書き始めるといいと思います。それから今やったみたいに「う」の点の打ち方ってこういう風に反ってますよね。こういう風に反ってきて、ちゃんと穂先がここからこちらまで動いてこうに動いてるよっていう、これをしっかり見せてください。もう一回ちょっとなぞっちゃいますけどね、見てくださいね。ぐーっときてスーッと軽くなってスッこちらです。ね、でこの先どういくかって言ったら、下からこういうラインでこっち向きにこうに来ます。で、グワーンって上がってこの辺まで来ます。
でここは開けたいんですよ。ここ開くようにします。じゃあここから行きますね。こう来るでしょ。こっからドンってこう来たら、ここから筆が今度向こうに行くようにこう向きを変えといて、こうグワーンって上に来てと思ったら下にグワーンって下がっていく。上行ったと思ったらすぐに下がってっていう風にして、この線、この点の位置よりもあまり出てこない、こっち側に入り込まない、開けておくっていうところ、ここはね開けるんです。これがあんまり下からこう上がることができなかったりすると、うじゃなくてつみたいに見えてきちゃいますよね。こっちが出ちゃったりするとつみたいになっちゃうんですよ。それだけはちょっとならないように避けましょう。この点のね打ち方と、そこから下にこう落ちてくる感じ、そこはちょっと難しいですね。それからうさぎなので、さと木がちょっと似てますけど、ここにね結構大きくなりがちなんですね、この字。だけど白っていう字目立ってほしいんです、本来は。だからあんまり大きくなりたくないです。でもこの字で何が一番出るところかって言ったら、一画目のこれがしっかり出すところ。なのでここだけはまあしっかりとこういうラインですね、こうちょっと反ってるようなこういう性質のものなんですけど、ここの長さはしっかりと調整するのは次です。ここからこうくにゃってこうに来て、この跳ねる方向は下ではなくて、ここ横に行くように、真横な感じですよね、結構真横で。ここから次ポイント、こういう風に来て受けてください。スッと受けてあげてからこうで止め、こういう向きで止まってますよね、筆はこういう向きにありますよね。今こうじゃないですよ、ここ穂先が中に埋まってるわけじゃなくて、スーッと来てこのままここに来てます。これが一番いいあの止め方ですね。いつもこの置き方、最後どうなってるかなって、自分の筆はどうなって終わってるかなっていうのをチェックしてください。で、さはさっきもこう言いました、ここが長いんでしたよね。で、こういうラインで三角形っぽくなってると、これ大正解な感じですね。これを目指したいんですよ。なのでまず1画目のここが長さがないとこれはね出ないので、そこはしっかりと出してください。で、結構やりがちなのはこれ大回りしすぎてしまう場合、これすごく字が大きくなっちゃうんですよ。ここから大回りしちゃう、これね。だからここをスッと跳ねるっていうか、まあちょっとですけどね、チョンってきたらもうそこ近いとこからここの受ける感じのこれを持ってくるようにしたらいい。もうこの間本当にどのくらい、指2本、2個分ぐらい、ほらこんな狭さです。なのでそこちょっとあの意識すると、こうちょっとこうキュッとなっていい感じの形がねできると思います。で、そしたらじゃあ次木ですね。さも木も似てますけども、木の場合1画目、2画目のがちょっとなんか短く見えるかなっていうぐらい、ちょっとですよ。で、木は同じようにこうに来て、またこれも一緒ですね、こう横に。この三角の小ささを見てもらえば分かると思いますけど、力があの入った状態ではないし、ここの接続部分もすごく小さい、もう穂先だけです、これ。穂先だけ残した状態でこう、いけない例書いてみましょうかね。ちょっとまた汚いのが出てきますけど、こう来ていけない例ですよ。こう置いたまんま、いっぱい置いた状態で行ってみると、こういう三角形の大きいのがここにできちゃうんですよ。これ置いてるここ、1センチぐらい置いてるかな。そうするとこうになっちゃうので、必ず穂先だけっていうのを忘れないようにねしてください、ここを跳ねるときね。で、これを受けます。先ほどのちょっと分かんなかった人はね、ここと同じ動きをするので見てください。こうに来て、こう穂先だけでこう来ますよね。そしたらこれを受けといて、こう
受けといてって言いながらここ滑ってましたよね。スーって滑ってくるんですよ。この優しい感じでこちらにこう動いてくること、これがなかなかできずに、一生懸命こっちからこうやってこうやって入ろうとするから、これがねこっち向きになっちゃうわけで、こっちからこうこのまま持ってくればいいんだよっていうところですね。そこちょっと難しいかもしれない。これ何度かね練習してみてください。ちょっと一応写しとこうかな。ちょっと変なのがいっぱいありますけど、はい。ではね、3年生ちょっとバランスが難しいかなと思うんですが、結構上の方からこれね書いてくださいね。で、うはね、ここからあんまり出ないようにすること、でももともと縦長の字だっていうところも忘れないこと、そうですね、こことここができればあとはここの部分同じのが出てきますので、ね、そこチェックしてくだ